電車とバスの博物館は神奈川県川崎市宮前駅にある東急電鉄が運営する鉄道保存展示施設。最寄り駅は東急田園都市線宮崎台駅で、田園都市線高架下に建物があり、入り口の一つは改札前にある。バス関連の保存、展示もあり、それに加えて電車やバスの運転。 飛行機の操縦をそれぞれ体験できるシミュレータが設置されている。2016年のリニューアルに伴いモハ510型と YS-11 のシミュレータは終了した。デハ204モハ510東急高知東急バス2007年7月にゲーム的な採点方式へ変更されたが映像は以前と同じのまま。これらの2台は高津から展示物を移設する際に 仮ナンバーを取得して、自力走行で移動しており、リニューアル前は、図書室のビデオで、その記録映像が鑑賞できた。YS-11 ワンハンドルマスコン式と、ツーハンドルマスコン式の二つがあり、車両の先端にカメラが設置され、モニターを通して、運転台からの走行風景を見ることができる。高津時代は、東横線を模していたが、移転後は、 電園都市線になった。駅は渋谷、梶じが長津田の3駅で構成され、ダイヤによっては、梶じがで、急行通過対比を伴う場合がある。現在はリニューアルされ、16番ゲージ化、東横線の復活、駅の増設、急行も、運転可能となった。昭和30から40年代の駅舎を再現。 出殺窓口の内部まで細かく再現されている。入り口前に設置されており、付近を田園都市線の急行電車が通過するときに、警報機が明動し遮断機が降りる。なお、高津時代は、点鉄機とともに、屋内展示で、開館当初は、ボタン操作によって点鉄機とともに耳に警報機と、遮断機を操作することができたが、晩年は、 電園都市線の全列車に対し作動するよう変更されていた。リニューアル前はイベント館にあり、鉄道雑誌のバックナンバーや1970年代80年代に刊行された鉄道関係の単行本、ビデオソフトが置かれており、書籍は自由に閲覧可能で、ビデオソフトは係員に申し出て再生用端末を確保してもらう方式だった。 2016年のリニューアルに際して、イベント間の図書室は廃止され、過去数年間の鉄道雑誌の一部が、本館の目黒蒲田電鉄で、配置系電車レプリカ車体に移されたが、鉄道雑誌の古いバックナンバーや、単行本、ビデオソフトは公開されなくなった。N ゲージを1回20分200円で運転できる。自分の車両の持ち込みも可能。 2016年のリニューアル以前は、ラッピーちゃんというウサギをモチーフにしたキャラクターが、マスコットとして設定されていた。2016年のリニューアル後は、ラッピーちゃんに代わって、の、ルルンと、のってちゃんがマスコットとして使用されている。ありがとうございます。